支配する側に回りたいものね。退屈な毎日には飽き飽き、私が世を動かすのも面白そうね。お呼びかしら。私、お仕事辞めるんだ。次はあなたがみんなを引っ張って。面白そうね。呼びました？今の立場に飽き飽きしちゃってね。あとはあなたの好きにして。悔しいけれど、本気になってしまったみたい。こんなことは初めてよ。返事は次でいいけど、恥をかかせないでちょうだいね。我とそなたは晴れて夫婦となった。生涯添い遂げようぞ。ずっとそばにいてあげる。だから退屈させないでね。あなたは三国一の花粉者、私を独り占めにするんですもん。そなたと出会えたこと、天に感謝せねばなるまいな。義兄弟なんて柄じゃないけど、あなたとならいいわ。義兄弟だもん。困った時は助け合って頑張ろう。
兄弟の約束ってやつだよ。やろ。私が死ねばあなたも生きていられない。そういうことよね。つまらないわね。このままで終わってたまるものですか。くそ、どこに逃げた。まだ遠くには行っていないはずだ。おい、おい。これなら何もかも思い通りにできるわね。まあ綺麗。これ全部使っちゃっていいかな。いいよね。おい、見ろよ、あいつが例の。ああ、戦場の死神ってやつか。おっかねえな。あなたの部、今や他の誰をもしのぐものとなりましたね。よしてちょうだい。強い女なんて評判真っ平。あなたが私を守ってくれるのね。天下はもうすぐ私のもの。さあ、みんな、頑張ってちょうだいね。
今夜の戦果はこんなもんでしたぜ。あるところからはどんどんむしり取ってやりやしょう。これだけ栄えた都市なら何でも好きなものが買えそうね。私たちの街、いい感じ。いけない人。私の町もなかなかのものね。お主も悪よの。何もかも思い通り。これからもっと楽しくなるわ。
意外な結末と言うべきかしら。これが私の天下よ。みんなしっかり支えて。あなたならできるって信じてた。これからも一緒に頑張ろうね。